岡山香川の県民を対象に行われている宿泊施設の割引の対象が明日から一部を除き隣の県にも拡大されます年末年始の繁忙期を前に宿泊業界に明るい兆しが倉敷市のホテルを取材しましたこちらのお部屋でございますが通常1万3500円で販売させていただいておりますが 岡山旅応援割を使っていただくとこちらが7000円でご宿泊いただきます倉敷市小島塩那須の倉敷シーサイドホテルです瀬戸内海が見渡せるこの部屋は通常13500円ですが県民対象の割引、岡山旅応援割などを利用すると7000円で泊まることができます 今年10月に再開した岡山旅応援割1万円以上の利用で5000円6000円以上の利用で3000円宿泊料金が割り引かれさらに観光クーポンも発行されます当初利用期間は今月末まででしたが来年3月まで延長しあすから対象を香川鳥取 広島の県民に拡大します。岡山県民はその3県の宿泊施設でそれぞれの県の県民割を利用できるようになります。こちらが宿泊予約の表を見せてもらうと、コロナの状況が良くなって少しずつお客様増えてで応援割っていうものを活用いただいてなお増えたという。 去年の大晦日は空室が目立っていましたが、今年はすでにほぼ満室。現在の宿泊者はおよそ7割が県内からですが、明日以降県外からの利用にも期待を寄せています。十分期待はしております、えー。今まで来られなかったですね。今香川県、えー、広島県、それと鳥取県の方々、えー、ぜひこれを機会にですね、たくさん来ていただければ。 新たに必要となるのが割引の適用を受けるにはワクチンの接種証明書か陰性証明書が必要になりますよろしくお願いします確認させていただきますチェックインの、えー、手間というか、えー、時間が少し増えるかと思いますので、えー、時間の方をお客様に少し余裕を持って来ていただくようになるかと思いますもう数年 きつい思いをさせていただきましたので、えー、しっかりみんなが働けて、えー、いい年にしたいと思います。コロナ禍で苦境が続く宿泊業界に見え始めた明るい兆し。岡山県は今後、岡山旅応援割の対象を兵庫にも拡大する予定です。また、香川県在住者も明日から、 岡山・徳島の県民割を利用できるようになります。